はいこんにちは、えー、本日もですねスタジオの方からですね、えー、西脇京介さんをお迎えして、えー、お伝えしたいと思います本日もど,どうぞよろしくお願いします,します、えー、西脇京介さんはですね、えー、弁護士でありかつですね、えー、元テレビ朝日のですね元アナウンサー本部,部長でもあったですね、えー、これはですね、えー、本を書きましてこと えー「三浦瑠璃裁判1345日」というね、えー、これは非常にですね、えー、と昨日もですね紹介した本なんですけども、えーまあ、非常に興味深い本です、まあ、非常におもし面白いと言っちゃ失礼ですけども、えーまあ、三浦瑠璃さんを知る上でもですね非常に興味深い本ですまあこれをねお書きになってですねそして三浦瑠璃さんを相手にした裁判で、えー、勝訴したというですね えー、そういういまあということで、えー、この西脇さんはねあの、まあえー、テレビ朝日のアナウンサーであったとでその前にね、まあ、非常にですね、えー、ユニークな経歴を持たれていて、えー、これ東大法学部を卒業されてそれから司法試験を学生時代にねあの合格したということで。 そしてね、非常にね、厳しいその家庭に育ったもんですから、あんまりテレビをね、ご覧にならなくてですね、8時だよ、全員集合とかね、ああいうの全然見たことがないというですね、そういう中学、高校時代を送って、そして、えぇ、手法修習生になって、初めて下宿をしてですね、そこで初めてテレビを自分で見ることができた。すごく面白いということで影響を受けて、特にね、テレビ朝日のニュースステーションとかですね、それを見て、 そしてテレビの世界に入ってみようということで、えー、テレビ朝日に入られたということなんですよね。で今はまあ卒業そこを卒業されて、えー、弁護士活動をされているということなんで、まあ、ちょっとね、あのー、テレビ界の OB なんでですねこのテレビの問題なんかについてね、えー、ちょっといろいろお聞きしたいと思ってるんですね、はい、今日はねあまあ今日はね、あのー、本当にここだけという話でですね。 この,でこのです、ね、テレビ朝日というのね、はい、この株主提案権ですね、はいえー、これはね、えー、田中裕子さんであるとか前川喜平さんであるとかねあるいは弁護士の梓沢和之さんであるとかですねでそういう方々が、えーまあ、株主代理人になってですねでそして、えー、この、えー、テレビ朝日に対してですねいろいろと提案していこうと。 というね今ね、えー、市民運動というか国民運動というかそれを進めているんですよね。でそれでねまあこれとにかく僕もねこの記者会見に出てですねそしてその資料なんかをね、まあ、じっくり読んだりしているんですけどもまあとにかくねテレビ朝日がですねこの西脇,さん西脇さんがかつて「ニュースステーション」を見て、えー、久米宏さんのねまさにこの政治権力に対して、まあ、完全とこうねいろいろこう 物を申し述べるとでそういう姿にね、えー、ちょっと心を動かされたようにですね、まあ、そういうのとは全然違うね今体制になっちゃってんですよね。うん、で特にね、えー、その中でやっぱり僕もねこれすごく、あのー、エポックメイキングっていうかねあの時代を隠したなと思うのは2015年にですね「報道ステーション」ね「ニュースステーション」の後の「報道ステーション」ですね、うん これでね、コメンテーターの古賀茂明さんがね、うん、当時首相の安倍さんですね、うん。で、この時はね、この IS、イスラム国にですね、えーまあ、人質としてね、取られていたんですよね。えー、日本のこのジャーナリストがですね、まあ、2名とらわれていたんですけども、IS というのはね、まあ、処刑をしちゃうっていうね、まあ、そういうようなことがあるんで、えー、これは非常にまずいということだったんだけども、安倍さんがなんとね、 中東に行って IS と戦う全ての国に援助するとそして今のねあのイスラエルのネタニヤフですねあの恐ろしいネタニヤフあれと一緒にこうねあの対談してですね、まあ、そして援助するとかね、まあ、そういう非常に敵対的なことをねアラブに対する敵対的な、ね、姿勢を示したんですよねでそれがね。 あの囚われている人質の方々ですねすごいまずいことになるとこれ誰もが予想を、ね、したわけですよ。でその時に古賀さんが、えー「その報道ステーション」でですねこのフリップを出して「あやむのった安倍だ」と、えー「私は安倍じゃない」という、ね、ことを示したんですよね。まあ、そしたらそれが、ね、大問題になってですねこれは、ね、官邸からも当時ね、えー、それはまあ文句を言ってきてですねこれはとんでもないことだと。 ということで、えー、この小賀さんがですね、まあ簡単に言ったらまあ、首を切られたわけですよね。これはね非常にまずいと思うんですよね。これは明確になっちうかな、あの官邸が、えー、まさにこの人事に介入してきたと、そしてその出演出演者のね、まあ、首を切ったということで。 非常にまずい事例だったと思うんですよねその時はあれですかテラスにいらっしゃってたんですか言いましたねそうですか直接その時はその報道ステーションとか担当ではなかったのででもアナウンス部も離れて後だったと思いますので<ー>直接そこに関わっていたということはないんですけれどもただね、どういう理由でそのアイアム・ノット・安倍が行けなかったのかっていうか、うん、その意見を言うそのコメンテーターである以上、うん、その個人の意見というのは当然こう、うんうん、言論の一環として言うわけで、うんうん どのの部分ががそれがいけなかかったのかもちろんあの人によってはその誰かのを傷つけてしまうとか名誉を毀損するような発言をしたらそれは責任を取りなさいってことがあると思うんですけれども「あやものっと安倍」っていうその時の政権に対してのメッセージのじゃ仮にそれをなんか責任を問わなきゃいけないことだとしたらどこがその責任を問わなきゃいけないところだったのかっていうのが、うん いだに私よくわからないんですよ、ねうん、その結果としてそのいなくなられてしまったっていう結果は知ってますした多分その原因があの発言なんだろうっていうのも伝わってはいるんですけれども、うん、じゃあその2つがど,どういう理由で結局、うん、あのどういう理屈でっていうんですかねでこういうあの人事に発展していたのかもしもそれがちゃんとした理屈がなくって言われたからだけだとしたらそれも本当にとんでもないことになってしまうということなので。うんうん そこの謎がいまだに解けないっていうのはありますよね。ねだからあれですよね。えっ、ー、とこのね。<laughs> テレビ朝日のね。うん、ええー、このさっき紹介したね。えっ、ー、とこの株主提案権ね、はいえー。この運動をやっているこの代表ね、代表。共同代表人の一人である田中裕子さんですね。まあ、田中裕子さんは、えー。法政大学の、えっ、ー、と総長。されていたんですよね。そしてね、この。 IS にイスラム国に捕まった2人のうち1人の方ですね法政大学の卒業生だったんですねうん、うん、なので、えー、その田中さんは非常にあのその時から心を痛めてというか、まあ、非常に大変な思いをしたんですよね、うん、なのでその田中さんがあーまあ言うには言うにはというかな、まあ、これ直感として理解しているのは、うん、当然、えー、その自分は、えー、安倍ではないと。 I am not であると,ということは、えー、これはまあ、えー、IS イスラム国アラブに対するまあメッセージであると、うんえー、それをまあメッセージを送ることによって、えー、その人質をなんとか傷つけないでほしいと,うん、うん、というようなメッセージだったん,だ,ったんだろうというような、ねまあ、趣旨としてはそういう解釈なんですよね。うん、でそここのところで えー、当時の、ね、安倍政権側としてはやっぱりそこのところで、まあ、その中東でああいうなんていうかな、えーまあ、反アラブというか、まあ、そういういろいろ発言をしたのはもっと総合的な観点において中東政策を進める上で,でそしてそういう発言をしたんだと、まあ、決して、あのー、反アラブとかそういうような、えー、意味合いなんではないと、えー、というようなことをまあ あそういうふうういふに解釈してると思うんですよね、うん、なので、えー、そこのところで甲賀さんは、えー、まるでその、えー、安倍政権側が反アラブであるとそういうなんていうかなある意味うん責任を押し付けるようなことをおテレビを通じてフリップで訴えたとそれはもうとんでもないことだと,というようなことなんじゃないですかね、まあ、解釈としては。 その意見があることで、何かマイナスがある。違うんだったら、それ違いますよってふうに言えばいいだけの話で、それがおそらく言論の自由なんだろうと思うんですよね。そこで、こう、もしも、そのことが、その後々の人事に発展して、その人が、こう、喋る場を失っちゃうっていうことになるんだとすると。それは違うんじゃないかっていうのは、とても強くあって、やっぱり、こう。 仮にその発言が、うん、あやものびが誰かを傷つけているとか名誉毀損って気はしないんですけれども、うん、まあ誰かの名誉を傷つけている発言であればそれはそれこそ会社の何、うん、か法律を担当するセクションも私も言いましたけれども、うん、そういったところとかあと危機管理をする人っていうのが、うん、その被害に遭った人とか、うん、あの心ないもしも発言があったんだとしたら、うん、その相手の人にお詫びに行くとか、うん、そういった形で収めていく。うん、そういっったこうちょっと発言が何か 柵を乗り越えてしまった場合でも会社としてそれを守っていくっていうのは通常のパターンですしそれ以前の問題としてそもそもこの発言が何か柵を乗り越えてたのかどうかっていうのがこれはだから普通に考えれば柵をどの策も乗り越えてはいないんですよね。乗り越えてはいないんだけどえまあ安倍さんね今もうねこの世にいらっしゃらないわけだけども。 安倍さんの心中を推し量れば多分まあなんていうかな、えー、自分に逆らったとまずそこが何と言っても悔しいということだと思うんですよねだから安倍さん的には僕はこれねどうですかね推測すると、えー、IS にね捕まっているジャーナリストが捕まっている時に中東でああいう発言をいろいろしたと。 あんまり深いいい考えなななかかったんじゃないかなっていう気もすするんですよねもちろんそれであのその人質の方々をね危ない目に遭わせてやろうとかそういう、ね、思いはなかったと思うんですよね。ただ単にはっきり言ったら資料が足りなかったととということだと思うこだ思んですよでその資料の足りないところを突かれたので余計に悔しいそしてこれはとんでもないことだということになったと思うんですよね安倍官邸としてはですね うん、まあそこのところってまあ何でもそうじゃないですかこのね自分は悪いはなかったのにこう痛いところ疲れるとより悔しいみたいなことが心理的にあってだからそこら辺がね非常に安倍官邸の未熟なところだと思うんですよね。うん、それで行ってきたと <laughs> でもこういうその表現の自由とか言論の自由に直接関係するようなことの場合っていうのは。 感情でで動いいいちゃ絶対いけないと思うんですよねやっぱりそこは理屈があってこうこうこういうところが誰かの権利を侵害していますよそれこそあの法律じゃないですけれどもこういうところが違法ですよっていうことが言えるのであればそこが一つの基準になるのであこっから先のことはなんかこう発言してしまうとこの先いけないんだなとかあこっから内側は大丈夫なんだなっていうことが。 まあ仮にそういう指摘だとしたら分かるので今後気をつけようとかそういったこともあるのかもしれませんけれども単にもう策も何も乗り越えていないけれども感情を害したからっていうだけだと一体どれがどう感情を害すのか分からないわけですからそれだとその後ずっとこう何も言わない方がいいとかもうそれこそなんか今日の天気を話しているだけしかできないとかそういう話になっちゃうと思うんですよね, <laughs> ねだからね安倍官邸っていうのはその規範の意識っていうのはないんだと思うんですよね。その 石垣さんがおっしゃるように物事をそうやってね、えー、人に対してこう批判したりいろいろするからには何かこう規範を立ててそこのノリを超えてるじゃないかということで、ねまあ、批判したりするわけじゃないですかでそういうものはないんだと思うんですよねなので何でもかんでもその場その場で気に食わないものはいろいろ言っちゃったりいろいろ人事に反映したりするとということじゃないかと。まあ、例えばその放送法にしてもね 放送法の解釈にしてもあの本来はねあの放送法の解釈というのは、まあ、その公平・公正という、ね、ことについては、えー、そのテレビ局の一つの番組だけではなくて全体の番組をです、ねまあ、見て総合的に判断してそれは政治的には公平性に、ねえー、欠けていると,ということでそれはまあ指導するなりそういうことになるんだけども。 えー、安倍さん以来ですねそれはねこれずっと問題になりましたけどね一つの番組だけでもうダメだということをねそういうふうにその解釈を変更しろということにずっと言っていたじゃないですかこれはね立憲民主党の参議院議員の小西さんがねその内部文書を暴露しましたけどねそういうふうに何て言うかな規範というかノリをですね簡単にあの乗り越えて え乗り越えてそして、えー、従来のお規範というものそれをねもう取っ払ってしまうとそういうのようなものがもう安倍官邸のねそれでいうとその公平とか公正ということでいうと、はい、ずっと前からものすごくこう疑問ってんで変わらないんだろうと思ってたのが、うん、こう選挙の報道の時に。 常にこう全部の政党ぴったり同じ秒数を放送してしかもあの誰も悪く言っちゃいけないんで本当に当たり障りのないなんかこうなんかもう旅番組みたいな感じの,あの構成にしてで無味乾燥なものが本当にあの選挙の,あの告示の後とというのはその選挙期間中はずっと繰り広げられるんですけれどもあれはあの数年前に。 BPO という、うん、あの放送に関していろいろとこう基準についていろいろとあの語る機構があるんですけれどもそれは BPO っていう機関が放送局全体に対して、うん、あれは違うっていうことをちゃんと言ってるんですよ。うんうん 放送法上の公平っていうのはそのあくまでもその報道するときに誰かをエコひいきするとかスタンスとして誰かにべったりくっついているようなことはそれはやっちゃいけないんだけれどもじゃあその選挙期間中にあの候補者にこういう問題があるとかそういったことを指摘しちゃいけないのかっていうと全くそういうことはなくてどの候補にもちゃんと同じように問題があったら指摘するっていうその公平なスタンスが保たれているんであれば。 時間なんか関係ないんだという、うん、そういう勧告を出してるんですよ一度意見書を。うん、それみんな受け取ってるんですよ。それあの外部の有識者の方々が、うん、あのちゃんと放送局に向かって、うん、そのね BPO って言ったらもう一番こう今放送局全体がこう従う立場にありますから。うん、というところがそのなんか政治に忖度するとかそういう話じゃなくて、うん、もう選挙機会になったらみんなこう中に、ね、こう金太郎みたいな放送しなければいけないという話ではなくて。 あくまでも軸足がぶれななければちゃんと公平な目さえどの政党にもちゃんと批判的な目が向いていればそれが公平だって言ってたのにその後も何も変わってないし今ねご指摘があったようなその選挙期間ではないところについてもいや同じ秒数だけやりなさいとかなんかそういうどんどん変な話になってきていや公平ってそういう意味じゃないんじゃないかな。そんなことやり始めたら どれも本当になんかアリバイみたいな感じでこう同じような秒数いろんなところが入ってて見てても何も面白くないものしかできないそうですよねそこがだんだん今こうテレビが特にそうなわけですよだからあれですよねその放送法の従来の,その解釈というものもね、うん、そのなんで一つの番組だけじゃなくて全体を見て判断するんだというふうにね解釈になってるかというとこれは趣旨としては要するに 一つの番組、一つの番組であればね、これはやっぱりね、あの、はっきり言ってアピールするところ、主張するところがはっきりなければ、見てて何も得るところがないわけですよね、うん、はっきり言って、えー。例えば政治的な主張にしてもで,てもですよで。一つの番組はそれがある。で、また別の番組では、えー、また別のサイドの主張の番組がある。 でまた別別のの番組のでは別の主張があると,、うん、ということは全体として見ればバランスが取れてるよねとそういうようなものがあって初めてバランスが取れてますねとということになるわけじゃないですか、うん、それがね一つの番組の中でそうぜ、ね、全部取り上げるなんてなったら「俺何言ってんの?」っていう番組になっちゃうじゃないですかこれは新聞についても言えるんですけどもね、うんうん、だけど、まあ、テレビについては特にそうですよね。 なので放送法の解釈も全体を見てということになるっているわけなんですよね。うん、そこはこう無味乾燥なというかこうつるんとした最大公約数というわけではなくってちゃんとその場面場面でこの時にはここを批判するしこの時にはここを批判するというそのスタンスさえ間違ってなければ本当は平気なはずなんですよ。 やっぱりどうしてもテレビの場合というのはこうやはりまあ許認可を受けているということがある、うん、そうするとまあ総務省っていうお役所もある何か言われたらっていう思いもあるという中ででもそれとこれとは関係がない気がするんですけれども、うん、なぜかなのでねその反対にその批判的な観点ねこの選挙期間以外で。 まあ選挙期間でこの秒数まで揃えるっていうのはこれはちょっとねどうかと思うんだけどもとにかく選挙期間以外で普通のニュース番組でもね批判的な観点がすっごくね最近っていうかなあの少なくなってるっていうかなくなってますよね例えば「ニュースステーション」でねこの西脇さんがあーまさに司法修正収集制時代ご覧になった久米宏さんがね権力に向かっていろいろ物を申すみたいなね感じ。 それは、ね、非常に、あのー、特徴的なんだけども、まあ、それに対してねその更新番組である「報道ステーション」今のね大越健介キャスターはね全然ね批判的な、ね、姿勢がないどころかこの前の万博、ね、の会場を <laughs> 訪れてですね「ああこの木の色がこう違いますね」とか <laughs> そんなことばっかりやってですね全然ね本質に迫っていないね。 とということであれもすごい今批判ね浴びてますよね。うん、それすごくね、テレ朝自体がね、報道番組、<laughs> 変わってますよね。うん、そうなんですかね。例えば、<や>ね、あの、健常さんですよ、これね、えー、株主提案件でもね、まあ、それが一つのミソなんだけども、うん、健常さん、あまりにね、番組審議員でしたっけ、長いんじゃないかということですよ。うん、しかも、番組審議委員長10年だったかないやなってるわけですよ。 とんでもない話だねこれしかもね厳冬者の、まあ、社長じゃないですかあ会長だったかな、ね、それでねこのテレ朝の番組でね、えー、これね <laughs> まさに今のこの市民運動のねこれがあの指摘しているんだけどもあのコマーシャルやってるわけですよ番組で例えば、えー、2023年10月17日の「大下陽子ワイドスクランブル」で。 えー、これはね原動詞の出してるね増田美里さんという人の「47都道府県女一人で行ってみよう」というこの本をね紹介しているんですよ。でこの番組ね、まあ、ほとんどねこの本の紹介なんですよ驚いたことに。ね。うん。そしてえー、っとねうんえー、っとなんとこの本がね21箇所にわたって出てきてですねうん そして30分弱の尺で、えー、この本が映し出されていたのが4分27秒だったって言うんですよね <laughs> すごいと思いませんそれから2024年3月1日の羽鳥慎一モーニングショーで、えー、これは三木亮介さんという人のこれも「ですね健康寿命を延ばしたいロングプレス無数の100歳に」っていうねこの本の紹介があってですねこれもすごい紹介してるんですよ。ね 幻冬舎ですよ、これ。ね、これ、ま全く広告じゃないですか、これ。番組,番組じゃなくて、コメントのしづらい。<laughs> 私、あの、去年まで法務部にいたので。ちょうど株主総会の時に。<laughs> <ー>株主総会の壇上で、こう、全体の、こう、いろいろと、こう。うん アドバイスをしたりとかあそうなんですマジでかそういうご質問を見た時にどう答えようかっていう係にいたのでいやそうです今年いたら大変だったなと思いながらなるほどそうですね <laughs> だからこれですねまあね今法務、まあ、部,部長ではないんで,ですね、まあ、やも,ちもちろん今の近くで昔からやってやちゃってますからね,ねあまりにまずいと思いますね今年の株主総会は大変なんだろうなあ、うん、そうですねこれね,ねまさにね、うん、だからこれ健常さんね これ原則者,、はい、者の本を2冊もこんな長時間ねあのコマーシャルするってのはあまりにまずいですよねうんもう本当に長きにわたってねいらっしゃいますもんね、うん、ですよねうんそしてねえっ、ー、とアベマ t v だったかな、はい、それ僕も見ま,見ましたけどえっ、ー、とね、えー、そう「徹子の部屋」じゃなくて「徹の部屋」っていう番組があって、はいはい、そこでまあ,のまあキャスターっていうかねやってるわけですよ そしてそこに選挙前でしたね安倍さんを呼んでね一生懸命安倍さん要所してるんですよいやいい男ですね二枚目ですね,とかね <laughs> もうねすごかったですよそれがテレビ朝日の番組審議委員長ってどういうことでしょうかねこれどうですかこれなかそこは <laughs> なかそこはこう答え難しいところはあるんですけれどもあれもそうですねこう <laughs> ななかなかやっぱりこうそういう放送局と政治との間の距離っていうのがすごくきっと難しいんだろうなと思って現場にいるとあんまりそういうこと感じないんですよ。うん、現場にいるとあの別に政治家だからってこうそんなにほいほい行くってこともないし、うん、でこう敵対していこうとかむしろこうちょっと問、ね、題点見つけてやろうっていう形でやっていくことが多いんですけれども多分徐々に徐々にいろいろとこう。 上の立場になっっていったりととかすると、うん、やっぱりそことなんか向き合って仕事をしていく機会が増えていくと、うん、んですかねそういったいろんな関係が生まれてくるのとかとでも確かに阿部さんがそういうふうにバラエティ番組に出る、うん っていうことも、まあ、そのうちにあのテレビ朝日もありましたし確かフジテレビさんもあったような気もしましたしあと大阪に行くとこう維新の方々がこのバラエティー番組とかでずっと取り上げられてしかもそれが政治的な問題ではなくってなんか人柄がどうこうとかそういうなんかこう宣伝なのかどうなのか分からないんですけれどもやっぱりその政治家の人をバラエティーで扱うっていうことの意味というかそのセンシティブさっていうものを。 本当はみんな考えなきゃいけないんだろうと思うんですよね。うん、そこでこう、ああ、ちょっとあのね、素敵な素顔が見られましたっていうことが、それが政策とどういう関係があるんだろうとか、うん、政策の問題がそうやって隠されちゃわないかとかっていう、そういう意味では、その常にこうね、キンキンこう、角を、角を突き合わせなければいけないとは限らないかもしれないけれども、やっぱり距離の取り方ってすごくあって、そこの中でその、バラエティで、 扱うイコールそのがっつりこう政策論争にできないイコールだんだん向こうのペースに飲み込まれちゃうっていう、うん、そこに気づかないと本当に怖いなっていつも番組でね、うんうん、だからその,そのバラエティーでねその取り上げる、うん、あるいはそのニュース番組で取り上げるという問題もあるんですけどもその基本的な姿勢としてですね<え>やっぱり何ていうかな あの健城さんというとね、まさにその安倍さんをよそのトールの部屋に呼んだように、うん、安倍友なんですよね、要するにね、で安倍友である人をですね、えー、その番組審議委員会の委員にして、委員長にするということは、それこそ政治的公平、公正、それに反することだと思うんですよね、まあ、基本的な姿勢だと思うんですよ、テレビ局のね。うん、というようなことでね、あの 番組自体、まあ、さっき「報道ステーション」のね大越健介さんの「あこの木の色がこうちょちょ違ってますね」とかねそこら辺しか言えないっていうねそういうところにねつながってるんだと思うんですよそういう要するにねあのー「報道ステーション」の中の万博を取り上げるコーナーの姿勢がもうそれにな,ならざるを得ない批判がもうできないということですよつまりねそのもう何て言うかな テレ朝の人のね、えー、内部の人の話によるともう検事さんというともう何ていうかなもう社長より上だっていう話じゃないですかもう何ていうかな検事さんが通りかわるとねもう社長以下みんな異議を垂らした、あどうもみたいなそんなようなもう最精霊みたいな感じらしいいですよね。そんそういうう非常にまずいですよね。 うん、やっぱり万博とかになってくるともちろん政治の問題もあるんでしょうけど、まあ、基本はその大阪のお話だとするとちょっと危惧してるのはそのや万博が近くなってくるとやっぱり万博ののコマーシャルっていううもがが流れてくるるよよな気がすすんですよね、うんはい、だそれが流れてきてその万博を盛り上げるコマーシャルっていうのを取り上げるというかその広告を受け入れたときにじゃスポンサーに当たる万博に対して ちゃんととが言えるのだろうかというかい今はまだその万博のコマーシャルってあんま見ないし今流れてないと思うんであれですけれども今後どんどんその今何でしょう機運醸成の費用っていうのが計上されて結局税金から出ると思うんですけれども万博の機運を高めようっていうのでお金を使おうでそのお金の使い先っていうのがこうそういうテレビとかメディアである可能性っていうのがあってそうした時にそのお金を受け入れてしまったメディアって で、うん、万博の反対とか万博の矛盾っていうのを始まる直前の時期に言えるんだろうか、うん、結局その時にはあなんかすごくいい木の建物ができてますっていうことしか言えなくなっちゃうんじゃないのかっていうのはちょっと今危惧としてはあるんですよね、うんうん、それとこれとは本当は分けないといけないんですけども、うん、でも,もその危惧は当然だと思いますよね、うん、危惧は当然だしそうなると思いますねだから東京オリンピックだってまさにそうじゃないですか、うん その僕がねいた朝日新聞もそうだけども結局スポンサーになっちゃって、うん、何一つ言えないわけじゃないですかご自身でというか朝日新聞自体がスポンサーとする立場でしたね確かねうん、うん、そうですよね、まあ、す読売新聞も確かそうでした、うん、そうなんですよねだから全く同じことになっちゃうんですよね、うん、でもうとにかくね万博と「報道セーション」の場合はねもうすでにそういう時期でないにもかかわらずね 木の色が違いますねここはねとか <laughs> そのぐらいしか言えない番組になっちゃってるわけでしょ <laughs> だって万博に関してはもう世の中はもう批判にあふれ道あふれてるじゃないですかあらゆる問題でねそしてさらに万博で言えばねその後、えー、カジノですねあれがつながってる問題としてあるじゃないですかカジノだって本当にできんのかなっていうね気もしますよね、うん、あそこ大阪なんてものすごくね 鎮火がすごいんですよね、いや、うん、いや、いやその地盤が柔らかくて。<で><う>今回、万博でもあの乗り物を使うアトラクションができない,ないよ、ね、そうなんですよ。あれはね、不動鎮火っていって、要するにね、鎮火の速度が、ね、場所によって違うんですよ。なので、もうデコボコになっちゃうんですよね。関西空港なんか、それで非常に苦労してるんですよ。もう何兆円でかけてるわけですよね。そそれ万博やってななないいででししょそうすると乗り物なんか絶対できないし カジノなんかその、ね、ルーレットを置けるのかなっていうね <laughs> そこまでただやっぱりああいったカジノってあのシンガポールもラスベガスもそうですけど、はい、むしろカジノだけがドンとあるんじゃなくて、うん、むしろカジノって狭いスペースで、うん、周りにそれこそ乗り物があったりとかいろいろとこう楽しめるものがあるから、うん、まあカジノが片隅にあってもまあいいかなっていう,うなることが多くてきっと、うん、普通だったらそういう IR 施設っていうんですかね。 でできると思うんですけどそんな凸凹ココだったらそれができなくて、ね、本当にカジノしか残らないルーレットしかないとかってことになっちゃったらそ,うそ,うそのルー,テもルーレットもね傾いてて、ね、アメリカの業者がいやこれじゃできないみたいなね損害賠償を要請みたいなまあど,どれが当たるかすぐ分かるかもしれませんけどね <laughs> 斜めだったらあうそは、それは一番まずいんですよねカジノが成立しないみた、ねえーうん、というのはまあ批判ねそういう批判がですね満ちあふれてるんですよね その批判はできなきゃいけないと思うんですよね、うん、今メタンガスの問題とかねいっぱいあるじゃないですかそのメタンガスの目の字もなかったですよね <laughs> 木の色は違います私自身はあのバンあの大阪万博は別として万博自体は好きで,あで,で名古屋も行きましたしなるほど前のミラノ万博も行ったんですよ1人で 1> あ日本館っていうのがあそこで大人気だったので、うん、日本食を体験するっていう<ー>だそういったそこだけ大行列3時間ぐらいの行列ができて日本館だけ大変な人気でナンバーワンを取ったっていう様子を見てて、うんうん、ああ俺もいいなと思ってたので万博自体がいけないっていう話じゃないんですけど、うんうん、やっぱり。 やるからにはちゃんとその費用をかけるのはどういう意味があるのかとかでそれでもできるだけ負担は少なくしなければいけないとかみんなの了解がなければできないことなのに結局ミラノ万博の時も地元が大揉めしてそのこう政治的な問題が起きたりとかして何か何が逮捕されたとか確かあったんですけれどもそういったことが本当はあっちゃいけない場所なのにそこにいろいろと議論が出てきてるだからその議論はしなきゃいけないことだと思うんですよね。 そううそれこスポンサードの問題とか、うん、そういったことで、うんうん、今までここまではずっとみんな批判してきたんだけれどもなんか近づいてきたら突然なんか礼賛する報道しかなくなってきたりとかなんか意外といいものができてるじゃないになってしまったりとかだからまさにね「その報道ステーションの、ね」その万博取り上げもそ,うそ,うなそれが典型的なんだけども結局テレビ朝日の報道そのものが非常に批判力が弱くなってますよね。 うん、それやっぱりその健常さんに象徴されるあるいは今の早川社長がねすごくは早川会長か早川会長がね、えー、すごくなんていうかな、まあ、自民党寄りの姿勢であるとそこがやっぱりものすごく影響してると思うんですよね、うん、早川さんなんかですかお話になったことあるんですかまあ一ントップですからこう、うん、時でもまあジン下の方の人間なのでこう時々仰ぎ見るぐらいですけどどういう方なんでしょうかねどううい まあでも、うんうん、ものすごく大先輩ですからねあ<ー>もうあまりこう言葉を交わすことができないぐらい大先輩なので、うん、ああもう本当に,なとにかくテレビ朝日の中では最も車歴が長い方ですからね圧倒的に、うんうん、そういう意味ではなかなかこうやっぱりこうなんでしょう生き字引きっていうのもいいんですけれども、うん、その一番上にいるということが、まあ、何かに影響しているのかもしれないですけどもね、うん なかなか中にいるとなかなかその辺が見えづらいところあるかもしれないですね、うんうん、逆にだけどあれでしょうやっぱりあの「報道ステーション」まあ「うん、報道ステーション」というとねやっぱりテラスの看板番組ですよね、うん、やっぱりこ自民党に、ね、なってるんじゃないかっていうことは「お感じになりませんでしたかあれ報道ステーション」になっちゃってから実はほとんどタッチしてないんですよニュースステーション時代しかやってないのであの時は「ニュースステーションの」の時にはむしろ どんどんその逆逆にいこうっていう,うん、うん、それがいいことかどうかは別としてうん、うん、その今あることに対して批判的なものをぶつけていこうっていう,うん、うん、そのもちろん褒めるべきことは褒めるべきなのかもしれないんですけどうん、うん、でもそこってむしろそのあえてジャーナリズムとして掘り下げずともいいところっていうのは伝わっていくところがあると思うので、うん、むしろ間違ってるところとか、うん、なんか誰か苦しんでる人がいたらそこのところっていうのを重点的にやっていこうっていうスタンスはあったんです。うんうん そこがどうあの今どれぐらい貫かれているのかとかそういった意味で言うと私だかの多分報道ステーションになっちゃってからはあの現場ではなくても部の方にいたと思うんですよね、うんうん、そこで思うのはやっぱりこう現場に行って「がいいのかなと思うそう言っうた今の人にすご怒られたかもしれないんですけども」うん 昔ほどむちゃくちゃといいますと要は何かあってもいいやっていう感じでわっとこうここは問題があると思ったんだったらもうちょっととも惜しんでいっちゃえっていう感じで取材をしていくとかっていうそので万が一それで何かこうちょっと軌道が外れてしまったりとかちょっと行き過ぎてしまった時にはこっちの別の作ンでフォローしますよっていうとりあえず思いっきり跳ねてみてくださいっていうふうな ことよりもやっぱりスタートの時点からみんなミスはない方がいいにはいいのでそういう意味ではこうみんな慎重になってるっていう意味ではいい言葉で言うと慎重になってるってことなんでしょうし一方でそのギリギリのガイドラインがここだよっていうのをそれは我々のホームとかのセクションも示してあげるべきだとは思うんですけどもギリギリはここだよっていうふうにはっきりと示してあげればあここまではいっていいのねっていうことでギリギリのところまでみんな攻めた取材をしたりとかするんですけどもそこがぼんやりしちゃうとあ あんまりなんか向こうに行くとちょっと危ないのかもしれないっていう時に意外と昔の人はそれでもい、うん、いやって言っちゃう人もいたんですけども今だとやっぱりその、ね、一人一人の、まあ、せ生活っていうとあれですけどもうん、うん、いろいろと人生も変わってくるのでだとするとなんか向こうの方はがちょっと危なそうに見えるので少し手前で止まっておこうかとかと、うん、例えばねジャニーズ事件ジャニーズ問題にしても、はい、あるいは木原事件にしても。 あるいは小池百合子さんの学歴詐称問題にしても、はいまあ、テレビ朝日をはじめねテレビはほとんど放送しないですよね。あれなんでなんんでですかね、まあ、といって僕も朝日新聞出身なんで <laughs> 朝日新聞なんで報道しないんだって言われたらね、えー、まあ一言で言いながら言いにくいことがあるかもしれないですけどもそこねどう考えまものにもよるんでしょうけれども最終的にはそうですね。 でもそれ今のテレビ全体にも言えるのと、うん、これ言っちゃいけない多分新聞の方もそれに近くなってるのかもしれないんですけども、うん、最初のスクープを取れる体制っていうのがあんまりないところがあると思うんですて 自分で取りに行ってて自分で裏があるから報道できるんですよ木原事件とかジャニーズの問題もそうですけどもあれにしたって自分たちで取材をしているので自分たちが一情報を持ってるんですだからこれで勝てるか勝てないかっていうのを弁護士さんにも聞いてでいけるんですけどテレビがそれを取り上げようっていうと小池恵子さんの問題にしても何にしても一時にはとりあえず持ってないわけですよね文春さんが書いてるきっとそうに違いないってところまで分かるんですけれども。 その先の一番コアな部分は自分たちは持っていないうん、うん、という時に普通だったら普通だったらというか本来だったらそこでじゃあ後を追って取材してはい、はい、でその自分たちもそのコアなところを取材して掴んでそうすれば一時情報があるから報道しても問題ないに<う>なると思うんですけどもうん、うん、そこ行行かかなないいんでですすよね,ですねで僕はこれねもしかすると文春にも問題なのかなっていう気もしないでもないよね、うん、つまりそれ情報を要するにね独占しちゃってるっていうね うん、ことがあるかと思うんですよね。でも、木原事件の時はオープンしてたんですよね。木原事件ね。あの時は、こう、皆さんアクセスしていいですよ。だけど、僕はね、アクセスしたんですよ。文書の編集部に。そしたらね、全然僕にはね、連絡来ないんですよ。それはね、多分警戒してるんですよ。文書も。そういう問題もあるんだけども。やっぱりね、あの、各社ね、追うべきですよ。これは。それ、別に、文書の力借りなくても、自分で追って探せばいいわけですからね。そう、そう、そう。 なんで、ね、あの社会部員があんなにいっぱい大勢いるかというとそのためにいるわけですすから、ねうん、遊,遊んんでででいいいいうわけじゃないんですよね、うん、でもそれが多分2つあって 1>,、うん、1つがちょっとやっぱりそういうちょっと怖いところよりもちょっと安全なやっぱり大谷選手のホームランの方がいいんじゃないかっていうふうになっていったりとか。そこがやっぱりその記者の問題じゃなくてやっぱりその記者とかキャップクラスの問題じゃなくて。 その上の社会部長とか、えー、あれ新聞で編集局長って言うんだけどテレビは何て言うちょっと編成局長分かんないんだけどそるあるいはもう社長レベルその姿勢にあると思うんですよね、まあ、社長の号令一家じゃないですかこれは追えとということがあればみんな遺産で追うわけですよそれをやらないというのはもう社長自身が怖がっちゃってるということだと思いますよで木原事件だって大事件じゃないですかそれから、えー、小池百合子のね話だって あれだってそのカイロ大学にね取材しなければいけませんよねでその取材も相当深くやっぱり取材しないといけないと思いますよその努力がどのメディアも見えないんですよやってんのかやってないのか分かんないしねうんだからもちろんテレビ野菜だけの問題じゃなくてテレビ局それから新聞ももちろんそうなんだけども、ね、特にこのねうんえキアラ事件ねジャニーズ問題それから えー、まさにカイロ大学のね小池百合子の話ですね。でやんないいのかと思いますよね今インターネット上だけでしかそれが見られないっていうか、うん、他のところはなんか全然追わないっていうけで、うんうん、追わないですねだってジャニーズ事件なんてのね最高裁でねその判断が出た時にまあ社説なんかね僕よ読みましたけども、うん、まあ出,出ましたけども。 その後の追跡が全然なかったですよね、うんうん。当時の社会部何やってたのかと僕は思いますけどね。うん、そこら辺ですよね。やっぱり、あのー、社長っやっぱりトップの姿勢だと思うんですよね。うん、だ今,今は一番トピックなのはあのー、小池百合子さんの問題ですよね、うん、これはやっぱりね。 こ,んこれほどバカにした話はないいと思いますよね、うん、絶対その物理的に言って卒業,卒業できるわけないわけですからそこら辺やっぱりきちんとねあの取材しないといけないと思いいいととけ思ますよね、うん、だからこれテレビ朝日だけの問題じゃないんだけどもね各社どう,どうしてのかなと思いますね。やっぱりそういうちょっと危ないところに行くっていうのがみんな一人一人やっぱこう、ま、ね会社に勤めてるという立場もあってちょっとうんちょっと手前でっていう思いがあるのかもしれないのは一つと。 物理的に社会部の人がたくさんいるっていう感じじゃ、多分今なくなってきてるんだと思うんですよ。各メディアどんどんこう縮小されていっていて、やっぱり報道ってコストがかかる部署なので、それでみんな一人一人は頑張ってるんだけれども、なんかやろうと思っても日々のこう対応でみんなこう手一杯になってしまったりとか、そういったところもあるのかもしれないですけど、でも本来は。 そそれこそ放送法じゃないですけれども、うん、やっぱりその報道の役割も含めてその電波を預かったりとか、うん、メディアを預かったりということがあると思うので、うん、そういった意味ではこう何か問題があった時に、うん、やっぱりインパクトはそういう何に大きくなると思うので、うん、追っていくっていう姿勢は大事なんだろうなと本当に私もその木原事件に取材してて、うん、あ誰も周りいないんだと思いながらやってたことがあったので、うん、それはなんかいやそれでもしも自分もたまたまそこにいなかったら本当に。 本当にもっと少なくなっちゃってると思うとそうですよね木原事件なんかもね本来は社会部がねもう真っ先に追わなきゃいけない事件なのにねなんで追わないのかなと思いますよねそれやっぱり各社の姿勢ですねうんテレ朝で言ったらやっぱりね社長会長の姿勢だと思いますねうん どんどんみんながんかあまりそこで深くものを掘り下げなくなっちゃってんかこう季節の話題とスポーツの話題だけになっていくとでもんかこのままとんかどんどんそうなっていきそうな気もしてだからやっぱり我々んていうかなまあフリーランスがですねやっぱり頑張らざるを得ないのかなっていう気もしますよねちょっとね。 あの限度はありますけども、はいまあ、なるべくその限度もね突き抜けてねやりたいなっていう気持ち気持ちはねあるんですけどもね、まあ、というようなわけで、まあ、お互いに頑張りましょうみたいなことであとま、まあ、本日はどうもありがとうございました西脇さんをお迎えいたしままししたた今日はどうううもあありりががととごござざいいました。